カンバラを聞こう。みなさんこんにちは、アンニョンアセヨー、フーカです。さて、今月のテーマ、イームンセ先生の楽曲の2曲目は、ドラマ応答せよ1988の OST でもある、ソニョ、少女という曲を紹介します。応答せよの話は来週のトーク会でしようと思っているんですけれども、この曲はドラマの雰囲気とも非常に合っている OST だと思いますね。応答せよシリーズは毎回幼馴染だったり学生時代の仲間内での青春ストーリーだったり恋愛模様が描かれて、それがこう現在までつながっていく様子っていうのが描かれるドラマなんですが、1988は同じ町内で生まれ育った幼馴染5人組のストーリーなので、この曲の歌詞の世界観とリンクする描写が多いと思いますね。そして時代背景も1980年代の後半ということで、まさにイームンセ先生がゴールデンディスク賞を連続で受賞されていた時期なので、ほぼ毎回ドラマでイームンセ先生の楽曲がかかるんですよね。で、ドラマも面白いんですけれども、結構私は挿入歌を毎回楽しみにしながら見ておりました。今日紹介する曲「少女」は1985年に発表されたイ・ムンセさんの第3週アルバムに収録されている曲です。ちなみに去年カバーした口笛という曲も同じ第3週アルバムに収録されていて、アルバムの中では口笛の次の曲が少女なんですね。そしてこのアルバムの大ヒットが韓国バラードの始点とも言われているようです。第3週アルバムはイ・ムンセさんとイ・ヨンフンさんが一緒に作業した最初のアルバムなんですが、なんとこのお二人の出会いの曲が少女だったそうなんですね。当時イ・ムンセさんが 1,2 週のアルバムを発表して次のアルバムの準備のために作曲家の方を探していた時期に、とあるスタジオで当時新人作曲家だったイ・ヨンフンさんと出会ったそうなんですね。そして最初に出会った時にイ・ムンセさんが、どんな曲を作ってるのをちょっとピアノで弾いてみてよというふうにお願いしたところ、イ・ヨンフンさんが弾いた曲がこの少女だったそうなんですね。最初のメロディーを聞いて感動したイ・ムンセさんが、この曲を自分に歌わせてくれないかとお願いして、それがお二人がタッグを組むきっかけになった出会いだったそうなんですよ。で、ちなみにこれはナムウィキというサイトに書いてあった情報なんですけれど、なんとイ・ヨンフンさんは中学生の時にこの曲を作曲したそうなんですね。なんかピアノをお母さんに買ってもらって、で最初に作ったのがこの曲だったっていうようなエピソードが書いてありました。まあ、ちょっと本当なのかわかんないですけれども、本当だとしたら本当に天才すぎますよね。こんなに素晴らしい曲を中学生の時に作っていたということです。私はイ・ムンセ先生の原曲よりも先にソン・シギョンさんのリメイクアルバムでこの曲を聴いたんですけれど、実はシギョンさんのアルバムの中で最も印象に残っていた曲がこの曲でした。当時はまだ韓国語が全然わからない状態で聴いたんですけれども、まあ、メロディーがねとっても美しくて気に入ってよく聴いていた曲でしたね。ドラマ応答せよ1988の中ではイ・ムンセさんの原曲も結構かかるんですけれども、 OST としてはオヒョクさんという方がこの曲を歌ってカバーしています。で、オヒョクさんのバージョンはちょっとね R&B っぽいような雰囲気でおしゃれな感じなんですね。で、このドラマの放送が2015年なんですけれども、確かにね2015年頃に多いようなサウンドでカバーされています。私はこのドラマ OST までおひょくさんを存じ上げなくて、 OST で歌声だけ先に聞いたんですよね。で、なかなかね独特の声質をされております。とても温かみがあって優しくて情緒的な歌い方をされるんですね。なので若手のバラード歌手の方なのかなと私思ったんですよ。
で、それでちょっと調べてみたら、ヒョゴというバンドのボーカルの方だったんですね。で、またそのバンドがなんというか結構ビジュアルがいかつい感じで驚いたんですよ。で、おひょくさんも坊主頭で、さらにこう眉毛を剃り込んでいらっしゃってですね、人中ってわかりますかね、この顔の鼻と口の間の部分なんですけど、そこにピアスを埋め込んでるし、タトゥーも結構たくさん入ってて、なんか近づいたらね、ちょっと怪我をしそうな雰囲気のビジュアルなんですけれども、歌声はね、まあ、それに反してというか、とても優しい声なんですよ。で、このギャップがね、素敵なので、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。で、概要欄にひよる先生のスケッチブックに出演して歌っている時の動画を貼っておきます。で、この時はバンドで出演されていて、あのギターの方がこうギターを弾いて、おひょくさんが歌うという形で演奏しているんですけれども、ちょっと最後の方でね、歌唱が乱れてね、笑って終わるんですけれども、まあ、それもなかなか愛嬌があって面白いです。では続いて歌詞の紹介に入っていきますね。今日は1番の歌詞を紹介します。といってもこの曲の2番は1番の繰り返しなので、もう全部紹介する形になりますね。まず最初、出だしの部分からいきます。ねぎょってまんもむろよ、僕のそばにいてよ、떠나면안돼요、離れたらダメだよ、그리움두고머나먼길、恋しさを置いて遥か遠い道のり、그대무지개를찾아올순없어요、君は虹を見つけることはできないよ、という出だしなんですね。続いて B メロの歌詞に行きます。노을진창가에앉아、夕暮れの窓辺に座り、멀리떠가는구름을보면、遠く流れゆく雲を見れば、찾고싶은옛생같을、取り戻したい昔の思い出を、하늘에그려요、空に描くよ、という B メロですね。そして続いてサビの部分の歌詞に行きます。불어오는차가운바람속에、吹いてくる冷たい風の中に、그대외로워울지만、君は寂しくて泣くけれど、나항상그대곁에머물겠어요、僕はいつも君のそばに居続けるよ、떠나지않아요、離れていかないよ、という歌詞なんですね。まあ、応答せよの内容もそうですけれども、おそらくこの曲は幼馴染の女の子に向けた思いが綴られているんだと思いますが、個人的には親心にも解釈できるような歌詞だと思ってるんですよね。まあ、成長とともに子供の世界って広がっていくじゃないですか。その世界が広がっていくのは嬉しいことなんですけれども、大人は広がった先の世界が綺麗なことばかりじゃないってことも知ってるんですよね。で、きっと自分の愛する子供がその世界の中で傷ついて心を痛めるんだろうっていうことも想像できてしまうから、ずっとここにいたらいいのになみたいな、虹なんか探しに行かなきゃいいのに、そんな綺麗なものは世界にないのにって思いながらも、でもまあ親は自分の夢を持って旅立ってく子供の背中を押すわけですよね。そういう中で、まあ、ずっとあなたの味方でいるよっていうような、こう、トナージャーなよ、離れていかないよっていうようなメッセージとともにね、こう、子供の背中を押すんだろうなっていう、なんかそんな解釈もできるなと個人的には思っております。では、曲を聴いてみてください。イ・ムンセさんの素女、少女という曲をカバーしました。그
떠올 순 없어요. 노을 진 창가에 앉아 멀리 떠가는 구름을 보면 찾고 싶은 옛생 차가운 바람 속에 그대 외로워 울지 마. 나 항상 그대 곁에 머물겠어요. 떠나지 않아요. 창가에 앉아 멀리 떠가는 구름을 보면 찾고 싶은 옛생 같은 하늘에 그려요. 차가운 바람 속에 그대 외로워 울지 마. 나 항상 그대 곁에 머물겠어요. 떠나지 않아요. いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。原曲も最初はピアノで始まるので、イントロの部分はね、同じメロディーでカバーしております。 TVN というケーブルテレビ局がありまして、ドラマ好きの方はねご存知だと思うんですけれども、ドラマの応答せよシリーズとか、あと賢い私生活の制作をしているテレビ局でございます。トッケビも TBN でしたね。で、2016年に TBN の開局10周年を記念した TBN10 アワードという授賞式が開かれて、で、10年の間にこう TBN を輝かせてくれたスターたちが集結するという授賞式があったんですね。でそこで応答せよ1988はドラマ部門の大賞を受賞したんですけれども、この授賞式にイムンセさんご本人が登場して OST のソニョ、この曲をね熱唱する場面があったんですよ。でこちらの歌唱が本当にさすが本家っていう感じで、圧巻の歌唱で大変素晴らしいので、ぜひご覧になってみてください。で公式の動画がありますので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。で応答せよの俳優陣も時々映りますし、歌のね最後の部分でイムンセさんが歌詞のくで君の部分をですね、応答せよのヒロインの名前ドクソンちゃんって言うんですけど、ドクソンに変えてね歌うんですよね。でその部分でドクソンを演じていた女優のイヘリさんがもうキャーってなってるんですよ。まあ、絶対嬉しいと思いますよね、こんな風に替え歌で歌ってもらったらね。でそしてドラマの中でソヌくんっていう子が出てくるんですけど、そのソヌの小さい妹、結構年が離れた妹がいるっていう設定で、そのジンジュちゃんっていう子を演じてた子役の女の子も授賞式に出席してて、多分ね5歳
ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、この5歳ぐらいの子がイムンセさんのライブのね歌を聴きながらソニョを口ずさんでいる様子が映ってですね、あ、こんなちっちゃい子にもバラードの感性が引き継がれていくんだなっていうのもねちょっと嬉しかったです。ぜひご覧になってみてください。そんなわけで今回はイムンセさんの少女という曲を紹介しました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。